がとう生態の平野です。最近ね、子供たちが小さい、かった頃のね、こうビデオをですね、ちょっと見返していて、まあもちろん僕がこうね、基本的には撮っていて、その中で、僕が本当にこの鼻がですね、常にぐじゅぐじゅして、鼻声でこう喋りかけている、もういろんなテープを見ても、結構な確率で鼻がぐじゅぐじゅしているんですね。これ本当に私自身も、花粉症はですね、今55歳なんですが、16、7ぐらいに発症して、ずっと苦しんできて、そして、本当にこの虚弱体質がずっとね、あったんですが、整体等をね、こう受けることによって、その体の方はね、結構、丈夫になってきたんですが、やっぱり鼻の問題はですね、ずっとこの、そういう状態、年中こう鼻がぐずぐずしている、ぐしゅぐしゅしている、そんな感じで、来たんですが、今思い返すとですね、本当にこう今全然ないんだけども、本当にこの改めてそのビデオを撮ってる自分の声ですね、声で、もう本当にすごかったんだなっていうね、改めて、そういうふうに思いました。で、何が変わったか、これはすいません。あくまで私個人のね、感想なんですけども、お塩なんですけどもね、いい良質な塩をね、たくさん取ることを始めて、それから鼻は本当にこう、いい状態がね、こうキープされている。私は本当にそう思っています。ただ、これはね、皆様に当てはまるかどうかわからないんですけども、今ね、この鼻がぐじゅぐじゅして困っている方もですね、でも何かの作用で変わる可能性があるというね、ふうにこう希望を持ってもらえればね、いいかなと思います。本当に改めてね、私の若い頃、本当にいつもいつも鼻がぐじゅぐじゅしていた、その頃、今は忘れてしまっていたんですけども、ビデオを見ることによって、やっぱり相当ひどかったんだなというね、改めて、思いました。